はい、全国の洗車好きの皆様、どうも、ツッチーパフォーマンスです。今日はおすすめの洗車用品をご紹介させていただきます。紹介するのはこちらです。グリオーズガレージのホイールクリーナーという商品になります。そのままです。はい、皆さんこうホイールを洗うときってどうされてますでしょうか。カーシャンプーでそのまま洗っちゃったりだとか、あとは水洗いでそのまま洗ったりだとか、本当にそれでいいのか考えたりするときありますよね。はい、でホイールはボディと違って、このローターの鉄粉だったりだとか、あとはブレーキのダスト、あとは泥やホコリだったりだとか、ボディとまた違った汚れ方をします。なんで、ホイールにはホイール専用のこちらの、洗剤ホイールクリーナーをお勧めいたします。こちらはドイツの BBS からも認定されている非常に優れた商品になります。スチール、アルミ、マグネシウムなどホイールの材質を問わず使用ができて、ホイールへの攻撃性も少なく、さらに環境にも配慮された商品になります。早速使ってみたいと思います。はい、でまず使用する場合は、ホイールに水をかけます。こうすることでホイールの温度を下げる効果もあります。続けてホイールクリーナーをホイール全体にかけて1分ほど放置します。はい、で約1分経過したら乾かないうちにスポンジやブラシを使って汚れを取ります。で汚れがひどい場合は、クリーナーを追加でかけてきれいにします。で今回は結構洗いやすいホイールの形状なんですけれども、メッシュのホイールだったりだとか、あとは立体的なデザインで洗いにくい場合はグリオーズガレージで専用のブラシもラインナップされていますので、そういったものを使うと非常に、きれいにすることができます。で最後に水をかけながら落としていきます。乾いた、マイクロファイバーなど柔らかい布で拭き取ります。そうするとこんなに簡単にピカピカにすることができます。押収車結構ブレーキダストが多いんで、やっぱり専用のクリーナーでホイールを洗ってあげることでこのピカピカがキープできます。はい、というわけで今回は、グリオーズガレージのホイールクリーナーをご紹介させていただきました。今回ご紹介させていただいたこの8オンスでも結構な、回数使えます。でさらにたっぷり使う場合は、もっと大きい22オンスの設定もございます。こちらの商品はボンドオンラインショッピングまたはボンドガレージ店頭でお買い求めいただけます。ぜひお問い合わせください。最後までご視聴ありがとうございました。